アスカ2です。展望デッキです。ベイブリッジです。川丸様始まります。お足元をお願いします。かなり長く取ってあるんですけど、はい、潮の高さにこ うまく対応できるように、で短いとこんなになっちゃいます、ね、長いと緩やかになりますけど、もうかなり長く取ってあるんですけど、またもう一回同じ距離があるコズメルだって意味。コズメル。あ、そうですね。メキシコの。メキシコのね。はい、さあこれから船内入りますけど、足元はお気をつけてください。はい。富士山はないけど。オンボード。荷物の検査の時に、ご協力いただくかもしれません。はい、乗船証皆さん。大丈夫。皆さん、入りました。こちらへクレジットカードの、登録をするとか、そういったことで、多分何度もこう、来るようなところかと思います。であと、それから、この奥にダイニングルームがあります。ダイニングルーム。フォーシーズンダイニングルーム、先ほど少しお話しいたしましたけれども、朝食昼食はその日の気分で、和食を召し上がりになりたいときはこの場所です。で洋食がいいなという方は後でご案内しますけど11時、ま、ということになります。あとディナーはもう必ずこの場所でということになります。でお食事皆様の誰もいないメインダイニングルームです。ということで、6分来ると、いろんな保育施設になります。あと11時にも保育エリアになります。行動としてはかなり分かりやすいというふうに思います。はい、でちなみにそこの階段はですね、はい、じゃあ進めます。ラウンドタワー。
レンガ倉庫。